で、式はいつあげるんだ？金が貯まってから。くー、なんでこんな貧乏なやつと結婚しちまったんだよ。好きだからです。はっきり言うな、父さん悲しくなるだろう。これからはお父さんって呼ばせてもらうからな。よせ、気色悪い。だって実際、義理の父親なんだぜ。違うか、お父さん。なら、こっちはお前を息子と呼んでやるぜ、息子よ。